tips and t e c h n i q u e こんにちは。今回は2022年9月から提供が開始された Windows 11 2022アップデートのおすすめ機能をご紹介します。ではまず一つ目の機能からです。Explorer ーーでタブを追加することができるようになりました。普段様々な作業をしていると Explorer ーーの画面が一つでは足りず、いくつか必要になることがしばしばあります。そんな時にタブを追加しましょう。 タブを追加すれば必要以上にウィンドウを増やすことなく異なる場所に格納されているファイルにスムーズにアクセスすることができますエクスプローラーにタブを追加してより効率的な働き方を実現しましょうそれでは次に新しくなったスナップレイアウトをご紹介しますこれまでスナップレイアウトといえばウィンドウの最大化ボタンにマウスオーバーをするか Windows キープラス Z キーの同時押しで利用することが多かったかと思いますが、今回新たに利用方法が追加されました。ウィンドウをドラッグすると画面上部に白いパートが顔を出します。そこに向かってウィンドウをドラッグし、最上部にウィンドウが触れるとスナップレイアウトの候補が表示されますので、あとは利用するレイアウトを選択しましょう。 選択する際、各レイアウトにマウスオーバーをすると、そのウィンドウがどれくらいの大きさで表示されるのかプレビューで見ることができますので参考にしてください。レイアウトを変える際は、もう一度ウィンドウを上部にドラッグすることでスピーディーに作業を完了することができます。使いやすくなったスナップレイアウト、ぜひご利用ください。それでは最後にタスクバーオーバーフローについてご紹介します。 タスクバーオーバーフローはタスクバーにピン止めしているアプリまたはピン止めはしていないけれど現在利用中のアプリがスペースに収まりきらない場合にタスクバーの上にアプリをオーバーフロー表示する機能ですタスクバー上の3点リーダーをクリックすると収まりきらないアプリが一覧表示されます見た目がスッキリしますし隠れてしまったアプリを見失うこともありませんので心置きなくアプリを開いて作業に集中することができますね タスクバーを有効活用してアプリにクイックにアクセスしましょう。はい。ということで今回は Windows 11の新機能3選をご紹介しました。Windows 11の新機能についてはパート1とパート2でもご紹介していますので、まだ見ていない方はぜひ合わせてチェックしてみてください。Windows 11を使いこなして快適な作業を実現しましょう。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴くださりありがとうございました。失礼します。